とかく人の命は儚くて、この世に未練を残す時、今日もさまよい現れる。これは迷える幽霊を目撃した恐怖の体験話。まだいたのか。もう外は真っ暗だよ。早く帰りなさい。はい。あ、もうこんな時間なんだ。すいません、夢中になっちゃって。いつも遅くまで頑張ってるね。はい、もうすぐ検定なんで。病気でずいぶん休んじゃったでしょ私。あんまり遅くなるとお母さんが心配するよ。さあ急いで。もう電気消すよ。あ、待ってください。この度は誠にご愁傷様です。私が早く帰れとせかしちゃったもんですから、このノートを忘れちゃって。本当に真面目でいいお嬢さんでした。何の音だ？誰かいるのか？まさかな。もう夜中の2時だぜ。ポンプか。君何してるんだこんな時間に。まさか。おじさん。
助かったのか。ノートを返して。ノートを返して。